さあ、いよいよ始まりました第7回東宝 M1 グランプリ。司会進行を務めさせていただきます森近凛之介です。よろしくお願いいたします。さあ、そしてはい、豊里耳の美子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、美子さん、はい、今年もこの日がやってまいりました。そうですね、この第7回から初めての参加になりますけども、いかがですか？幻想郷のお笑いの欲望が集まるこのステージをこんなに近くで見れることが嬉しいですね。本日は美子さんが司会をしているせいか凛之介さん、まだ緊張していらっしゃるみたいですね。やっぱり太子様と司会というのは本当に緊張するんです。大丈夫ですよ、優勝者が決まったあたりからだんだんと慣れてくるはずです。結構かかりますね。結構長いこと緊張するんですね、これから。でもお笑いの舞台ですから、肩の力を抜いてリラックスしていきましょう。そうですね、お客さんも肩の力を抜いて大いに笑っていただきたいと思います。はい、それでは早速この本日の東宝 M1 グランプリの厳正なる審査をしていただく審査員の皆さんを紹介します。ジャッジ。1400年前に彗星のごとく現れ、ブラックユーモアを世に伝えて消息を絶つ、お笑いの常識を変えた伝説の仙人、賀来星河さんです。よろしくね。下ネタブラックの快速、あらゆるボケに対応するマルチなツッコミ、コメージ悟りのペットにして笑いを最も愛する歌者、東宝 M1 グランプリ初代グランドチャンピオン、火炎瓶凛さんです。はい、よろしくお願いします。鳥は出れないよはもはや伝説。よろしくお願いします。続いて幻想郷ランキング世界1位の人気者、お笑い界を牽引し続ける幻想郷の主人公、第3回東宝 M1 グランプリ優勝、博麗霊夢さんです。あ、ちょこんきゃ霊夢。何？よろしくお願いします。モノマネ、擬態、替え玉、すり替え芸の快祖、日本三大だぬきの重鎮でもあります、二つ岩真美嬢さんです。海、よろしく。関西財務局長10第1号と登録されております。そして歴史はこの方から始まった、誰よりもお笑いを愛する東宝 M1 グランプリの創始者、そして大会委員長でもあります山園ドゥ四季英樹さんです。今年もよろしくお願いします。お願いします。以上5名の審査員の皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、レイムさん。はいはい。今年も来ました。ああ、そうですね、ちょっと今上の空でした。お賽銭箱に鍵かけたっけなって。知らないですよ、審査員ですよ。ああ、そうでしたね。お願いしますよ。頑張ります。集中してくださいね。集中します。お願いします。さあ、そして去年はグランドチャンピオンに輝きましたおりんさん、どうもありがとうございます。初審査員ですが。ええ、審査員となるとすごく緊張しますね。ああ、そうですか。あまり緊張するタイプではないと思いましたが。いやいや、ここに来る前の仕事が、はい、小石様のお背中を流すって仕事だったので、はい、ギャップで、あ、切り替えがうまくいかないんです。雑務の後に大役ですね。はい、頑張って切り替えようと思います。コントロールしてください。さあ、続いて初審査員二つ岩真美蔵さんです。うむ、いかがでしょうか。わしはの、ええ、本家 M1 で密かに審査員をやっておったぞい。あの外の、うん、いかにも。ああ、そうですか。いいんですか、そんなこと言っちゃって。まあもうよかろう、時期じゃろうって。じゃあ混ざってたんですね、どっかに。そうじゃな。では審査はベテランですね、となると。うん、わしに任せなさい。今年から幻想郷の笑いのレベルを底上げして死んぜよう。これは心強い。ではよろしくお願いします。さあ、それでは賀来星河さん、はい、いかがでしょうか。ああ、その説はどうも。どの説か分かりませんが、今回初めて。ええ、私のお笑いがどのように伝わっているか、そこも楽しみですね。ええ、そこはもうかぐや先生を中心に普及されてるみたいですよ。かぐや？かぐやさんに？いや、蓬莱さん、かぐやさんです。永遠亭の。ああ、かぐやさんね。ええ、ではそのあたりも期待して拝見しましょう。はい、よろしくお願いします。あ、そうだわ、凛之介さん。はい、また今夜もいらしてね。いや、何が？は？
いや行かないですよ。行ってないですよ皆さん。まあああいう方なんで。昭和もいいとこですよ本当に。はい、ではよろしくお願いします。お願いします。では最後に審査委員長四季英樹さん。はい。第7回大会ですが、ええ、第2ステージが来ましたね。第2ステージ、ええ、今大会は予選からかなり厳しく審査をしていますので粒揃いになっていると思います。ああ、なるほど。しかし東方 M1 には魔物が住んでいます。何が起こるか分かりません。はい。ですから気を抜かずに集中して力を出し切っていただきたいですね。え、ただ残念なのは豊里耳の巫女は過去の大会をアカシックレコードから全て見直して研究してきている。そうなんですか。だから彼女が漫才をやらないのがとても残念ですね。まあ、すぐに優勝しますよこの人は。ハードルを上げるのがお上手で。地獄から最強の資格を送られるか舞台に立つかどちらか選択していただきたいですね。脅迫ですよね。そこまでいくと資格は筋違いですが、まあどちらも受けて立ちますけども。さすが大使さん、開始も秀逸ですね。まあ今回は司会を頑張っていきましょう。それでは四季英樹さんよろしくお願いします。お願いします。さあここで、はい、東方 M1 グランプリのルールを確認しておきましょう。はい。東方 M1 グランプリは予選 23,491 組を勝ち抜いた4組と敗者復活戦を勝ち上がった1組の計5組で争われます。ネタの持ち時間は1組10分。ただしそれをオーバーすると減点の対象となります。そして400点満点での合計得点、上位2組が最終決戦へ駒を進め、もう一度ネタを披露。2組の中で一番面白かった組が栄えある7代目チャンピオンとなり、賞金1000万円が贈られます。さあそして東方 M1 グランプリ決勝戦に出場できる5番目の席、敗者復活枠です。呼んでみましょう。敗者復活戦会場、笠谷京子さん。はい、笠谷京子です。こちらは敗者復活戦が行われた太陽の畑特設スタジオです。さあ京子さん、はい、今年の敗者復活戦はいかがでしたか。はい、本日お昼過ぎから始まりました敗者復活戦ですが、トップバッターから最後まで息つく暇もないくらい、その戦いは、おはようございます、超ハイレベルなものでした。なんで言った今。というのも、はい、今回の敗者復活戦にはワーフェニックス、シャッターガールズ、ショーチャンチュッチューなど、まさにそうそうたる面々、ヤッフー、最後の切符をかけて真剣に挑んでいたからです。しかし敗者復活戦を勝ち抜き決勝の舞台に立てる。なんだとてめえ、誰が言った今。進めろよ早く。一体どのコンビなのかお楽しみに待っていてください。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ねえ、もう脊髄反射でしょうねあれは。まあ山彦ですからね。そうでしたね。さあお待たせしました、第7回東方 M1 グランプリ、はい、ファーストラウンドです。ファーストラウンド5組のうち最終決戦に進めるのは2組です。厳しい戦いが始まります。ここからは大いに皆さん笑っていただきましょう。それでは行きますか。行きましょう。第7回東方 M1 グランプリ、トップバッターはこのコンビです。どうぞ。